はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ、今回はね、こちらのスマートウォッチを紹介したいと思います。はい、たった今ね、到着したばっかりなんだけども、ね、今到着報告したら、もう緊急で急いで作ってくださいってことなんで、緊急で急いで作ります。はい、ね、何にも考えてないけどもね、そのまま行きたいと思います。いつも通りね。はい、今回は 1.96 インチ HD 大画面のスマートウォッチになります。めちゃめちゃね、多機能です、これね。はい、びっくりしてください。まずタッチ操作ができます。え、タッチでできるの？びっくりでしょ？ね。歩数計がついてます。123種類の運動モードがついてます。ね。活動計量ができて、天気予報があって、着信拒否をすることもできます。カメラを制御することもできます。ね。はい、チーズ、みたいなね。で、腕を上げると光るんです。ね。スマホを探すこともできます。IP67 防水がついてます。座りすぎてたらピピって教えてくれます。明るさも調整することができます。音楽をね、聞くこともできます。ね。制御することができる。ね。音楽は入んないよ。ね。で、着信の通知、お知らせ、ね、メッセージなどを見ることもできます。アラーム機能がついております。そして、懐中電灯にもなります。ね。そして、なんか漢字が読めないけど、振動だね。振動がついてるよってことで、電卓機能がついて、ストップウォッチにゲームもついてるそうです。びっくりでしょう。ね。はい。しかもお値段もリーズナブルに手に入ります。というわけで、スマッチウォッチ通話機能付きということで、はい。今回ね、ここがものすごく魅力があるんじゃないかな。ね。はい。誰から電話が来たよ。ね。受ける、受けないっていうのがスマートウォッチでぴょってね、簡単に行うことができます。しかも、ね、はい、メール、ね、LINE とかのメッセージが、こうやって文字で見ることができます。嬉しいでしょ？ね、メッセージが来ましただけじゃなくて、内容も見ることができるんです。ゴミ箱マークもしっかりとついてます。すごいね。はい、で、とにかく運動はね、バドミントンとかバスケットとか、ね、いろんなもの、123種類、これだけあればね、全部やりきれないよね。はい、そしてね、音声補助機能がついてます、ね。今日の天気はどうですか？アラームを午後3時にセットします。15分後にメールが来るように、ね、リマインドしてくださいとかね。こうやって音声の案内があります。そしてね、プリで使っても大丈夫、ね。そしていろんな文字盤がありますよという。この文字盤なんだけど、これはね、ここね、100プラス文字盤自由設定ということで、これね、専用アプリ DaFit をダウンロードすることで自由に選ぶ100種類以上の文字盤、ね、を自由に変えることができます。気分を好きなように表現してくださいっていうことなんだね。まあ文字盤自由設定ということですごい機能があるんだね、これね。はい。で、座りすぎのアラート、おじいみたいにね、座りっぱなしだと健康に悪いからね、教えてくれます。天気予報、音楽再生ね、コントロールする、こういった機能はね、もう常日頃、便利だね。遠隔操作、ゲーム、ね。はい、バッテリーも結構長時間持つみたいよ、これ。2時間の充電で、ね、3日から5日間の充電で、30日間の維持できますよ、ということなんだね。うん、1、2時間でフル充電が完了する。で、通常使用で3日から5日間、使えるってことだね。2時間の充電で3日から5日使える。で、待機してるだけだったら30日間。ただの時計、ね、時計代わりでこう、ずっと待ってるだけだったら。っていうことなんだね。お子さんにはゲームがついてるよ。はい、スマホ探しもついている。ね、機能調整もついている。電卓機能、腕上げテントね、いろいろついてます。はい。それじゃあ実際に仕様はこうなっております。あ、そう。ここ重要。重さは、なんと 80g。ね。ここが重たいと苦労しちゃうからね。はい。じゃあ開けたいと思います。はい。パッケージはね、こんな感じになってます。ね。はい。こんな感じ。で、擬的はついてないね。箱にはついておりません。まあでも今のやつはね、みんな、多分、ついてると思います。あ、でも、総務省関係ねえって言ってるから大丈夫だよね。別にいいですよ。しょうがないですよ。ね。EC サイトはね、もうしょうがないですよ。電話でちゃんと聞いたんで OK です。はい。パッケージはこんな感じです。
そっちを待って。どうやって開けんだ？こうか。はい、開けます。せーの。ドキューン！あ、まだ。はい、で、ここだね。かっちょええ、これ見えるほら。かっちょええ、スマートウォッチ。ね。はい。で、ここの紙めくると、てってれーん。いや、めちゃめちゃ素敵だね。お、おっきい。あ、おっきい。確かに、おっきい。これね、うん、大画面だわ。今まで紹介したウォッチって、もう一回りぐらいちっちゃいんだけど、これはね、おっきいわ、これ確かに。うん。だって、ほら、おじいの腕の、ほら、こう、横幅ぐらいあるよ。だこうやって、こうやって使うでしょ？おっきい、おっきい。見やすい、見やすい。これはすごい。うん。いいね。あ、バンドも、ほら、バンドもね、白い感じで、この色と合ってるね。フィットしてるね。これね。うん。で、スポーツタイプだから、これ、お水濡れても全然へちゃわなゴムでできてます。はい。そして、お、充電ケーブル。いや、どうすんだ、これ。あ、あ、よし。はい。はい。充電ケーブルが出てきました。で、これは、あ、専用ね。よいしょと。はい。先端がこれね、マグネットになってます。これね。ということで、これね、ちゃんと向きを合わせないといけません。ここのとこなんだけど、はい。ペロペロを取って、で、向きが逆だとつかないよ。あ、つかない。外れだ。こっちだ。あれ？ここじゃないの？あ、騙された。ここだと思ったら、ここだよ。ほら、パチッと。逆だと、ほら、こう跳ねちゃう。ほら、ね。で、向きが合わせると、パチッと、ほら、ね。これで充電することができます。ちょっとこのペロペロ取って、皆さんに見ていただこうかなと思います。はい、じゃあ、ちょっと待って。はい、ここにポータブル電源があるので、これに挿したいと思います。よいしょ。いや。あれ、電気つかないの？あれ、ここが何も変わらない。あ、来た。飽きた。はい。これが充電中です。はい。じゃあちょっとね、これ開封したばっかなんで、ここでちょっと充電するとして、付属品の確認に行きたいと思います。まずはマニュアル。はい。これがね、ちゃんとしたジャパニーズランゲージの、はい、マニュアルになってまーす。で、これすごいのは、これ一面カラフルで、ジャパニーズランゲージなんだけど、なんと、裏側も全部ジャパニーズランゲージで、はい、説明になってます。すごいでしょ？ね。で、ここのところで、アプリのダウン、これ LINE だね。これはサポートの LINE だね。アプリのダウンロードは、ここです。ね。ここ。ね。パッケージ見ると、ダフィットって書いてあるから、まあ大体スマートウォッチのアプリって、もう数種類しかないから、ね。もう大体決まってるんです。これね。うん、これね、一回、よいしょ、こうかな。よいしょ。元通りに戻すのが大変。はい。というわけで、日本語マニュアル。そして、すごいなと思ったのは、これ、ちゃんと別に、はい、接続ガイドがついてます。ね。使い方の説明と、最初、一番最初に使えるようにするための接続ガイドが別になってます。これね。はい。すごいね。ウルトラ親切だね。で、はい、ダフィットのね、アプリをダウンロードしてくださいねって、まずここからね、スタートするんです。うん。
これは親切だな、本当。で、これは保証カードかな、保証書。ね。うん。まあ、保証書というか、ぐへへ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 はい、ということで、じゃあ実際に、ちょっと仮にテストしてみようかなと思います。でね、このウォッチなんだけど、これいつも迷うのが、こうしてやったときに、これがどっちかなんだろうなっていうね、こうしたときに、どうかな、こう、こっちを、どう、時計なんてさ、もう本当ね、何十年してないかなっていうか、時計をしてたことがあるのが、あれだよね、10代ぐらいかな、20代に入っても、時計なんてやったことないの、こうしてやったら、どっち側を入れるんだから、ちょっとね、ググらないとね、おじいもわからないですし、厳密にね。これを見ると、どっちなんだろう。上側にこれがつくみたいですね、写真を見るとね。で、これね、これもみんなわかるよね。ここのところを引っ込めると、これね、先端のこのポッチがこう引っ込むので、ここね、ここ場所を合わせて、もうこれね、見えねえから勘で行くしかない、勘で。もう昔はこんな感じだったかな、みたいな。あ、ダメだ、こっちが入ってない。これはね、一回切らないと無理かな。こっち側はね、入るんだけど、この動画急いで作ってって言われてるから、もう緊急で作ってって言われてるから、緊急で今、もう本当何にもね、考えないで、やってるんでね、とにかくもう大急ぎでってことなんで、よいしょと。お尻をしゃかせると、あまりいいことはないんだけど、よいしょと。ね、お尻あんまりしゃかせると、あーっつってすっぱ投げるからね、ほんとね。これでもね、これね、よいしょ、入れにくいって言えば入れにくいな。はい、今ね、片っぽ入りました。ね。まあ、そんなにね、セットしやすいものではないね。うん、こっち側を入れて、勘だからな。穴があるのかな、本当に。よっ。よっ。これね、これね、なんでこんなに苦労してるかっていうと、ここの幅がギリギリよりもちょっと長いんだよ。だからここにスポンって入るサイズではないので、ねじ込む形になるので、今までね、見てきたウォッチの中で一番これつけにくい。でもそんだけギリギリなんだよね。うん、わ、かっこいい。めっちゃ見やすいじゃん、これ。すごくいい。おー、かっちょええ、ね、はい。で、ここのね、この白いやつもペラペラしてて、厚くないから、なんていうの、薄い皮みたいな感じで、うん、まあ、そんなに扱いやすくはないけど、扱いにくくはない。ね。おいいじゃん、かっちょいい。それで、ちょっとね、Bluetooth で接続しなければ多分使えないと思うんだけど、ね。だから、接続ガイドを見ましょう。ね。はい。じゃあちょっとね、接続ガイドを見ながらね、やりたいと思います。で、ダフィットはね、もう入ってるんで、ね、おじいでも使えるところをね、見せたいと思います。ワンタッチで。で、デバイスを追加する。でも、Bluetooth をこっち側をオンにするのどうしたらいいんだろう。ダフィット。
アプリは入ってるんだよ、ここにね、ダフィットはね。ちょっと待って。ダフィットでしょ？うん。もう、アマゾンで売ってるウォッチの、大体何十パーセントが、もう30パ、2、30パーセントがダフィットだと思うので、で、ここにダフィットがあるので、これをね、開きます。ダフィット。ね。で、開いたら、これどうやって追加するのかな？ここだね、デバイスを追加するっていうところがあるので、デバイスを追加を押します。はい。で、許可します。で、許可します。で、そうすると、いろいろ探すんだけど、Bluetooth はオンになってるな。あ、出てきた。そしたら、これ、これなんてやつ？これ、おそらく T19 Pro ね。この名前をお隠しになって売ってるけれども、多分見た目が多分四角なんで、でもなんか、そうなの？あ、T19 Pro ってなってるね。うん、合ってる合ってる。じゃあこの T19 Pro を選びます。はい、これで、あ、ペアリングでアップグレードってなったので、はい、アップグレードをスタートしました。じゃあアップグレードになってんのかな、これ。はい、おそらくこれで、え、これ何？こちらを Bluetooth をなんかオンとかなんかしなくて、そのままこれでいけるの？めちゃめちゃ簡単じゃん、これ。おじいでもできた。ね。2、3年前の動画は見てこないよ。接続しないわけじゃなくて、もう、ああ、もうダメだこれって言いながら。尻尾だけだから紹介してるから。ね。はい。で、このように、アップグレード、今ね、ぐん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 ってこうメモリが上がってるんだけども、ね。見えにくいでしょ。今、バーがね、ここら辺までやってきてるんだけど、見える？ね。はい、今、ファームウェアの更新。で、だこれが常にアプリと連携することによって、最新状態を保つことができるんです。わー、すごいねー。今回のウォッチ。ワクワクしちゃうね。はい、もうすぐ終わるよ。じゃあ、おさらいとして、ちょっとおじいね、ここを見ていきたいと思います。アップデートがあるまでに。次は何をすべきなのか。ね、ペアリング容器を OK にして、スマートウォッチで発着信ができますのか。で、何をすればいいの？ん？あ、もう、あれか。これ接続ガイドだから接続したらもう、そこから先なかった。はい。まあ、なんだかんだ言いながら、今ね、あと、もうちょっとで更新が終わりそうな予感がしまーす。うん。こっから長いんだな。あ、これ何？ダウンロードして、今更新、あ、終わりそう。あ、これで再起動かな？終わったかな？これで、なんて書いてある？あ、終わりました。OK。これで OK なのかな？じゃあ、今、メイン画面が、今、紹介のやつで、これになってるので、え？あ、ペアリクエスト、ペアして、あ、ペアリングね。はい、ペアリング設定しました。で、メインを更新。これ、つかないんだ、勝手に。つかないんだ。あ、来た。ちょっと遅れてきたんだね。こうしてね。こうしてやると、勝手につくんだよ、ほら。で、じゃあ、これがいいなーってなったら、これを押すと、ほら、もう変わってる。ね。すごいね。それで、これがね、もっといっぱいあるんでしょ？ダイヤルギャラリー。うん。ここに、ダイヤルギャラリーってのがあるので、ちょっとこれをね、押しましょう。おー！はい。
こういうのがあるんだ。はい、文字盤がこんなにいっぱいあるので、はい、この中からね好きなものをダウンロードして入れることができるんです。ほらすごいね、いろいろあるな。ほらどう、ほら、わあ、ロケットもあるじゃん、かっちょええ。ほら、わあ、いっぱいあるな、100種類以上って。本当だね。おー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 おお、終わり、もう終わり。じゃあね、どれにしようかな、どれにしようかな。おじいの好みは、じゃあこのロケットをいきたいと思います。はい、おじいはこのロケットを入れます。ただダウンロードね、はい、ダウンロード、どれぐらい時間かかるのかな、ダウンロードにどれぐらい時間かかるのかな。さあ頑張れ、みょん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 。こっちが今ねダウンロード中ってなってます、ね、よいしょ。はい、これすぐに消えない設定にしないとあれだね。はい、まもなくダウンロード、おー来たー来たね。使い方ウルトラ簡単、おじいでもね使いこなすことができています。これは素晴らしいね。はい、でこのように通知もね、LINE だとかこういろんなものを個別にオンオフすることができます、ね、もうここでみんなの方が慣れてるよね絶対ね、うん、はい、そんなわけで、あとその他の設定は、うん、デバイスを探したりとか、あとどれぐらい何分ぐらいとかね、そこら辺があるので、もうちょっとねすぐに閉じないような設定あるかな。時間経過が24時間とか、省電力モードは別にいいよ。オートロックが今5秒になってるので、これをちょっと皆さんに見せたいね、30秒ぐらいにしたいと思います、ね、でそうすると今これこれオートロックが今30秒にしたので、はい、30秒間はロックされない、ね、かとお見せすることができます。あ、いいじゃん、使いやすいじゃんこれ、気に入った気に入った、うん、であれはついてないのかな、オリジナルのあれはついてないのかな、オリジナルか、オリジナルの背景、オリジナルがついた。あ、ちょっとこれね今ナンポっていうのがあるので、あ、これ血圧とか測れんの、これこれいけんのかな、血圧を測定する。あー、なんか来た、おう、ちょっとねあんまり動かないようにしないとね、うん、はい、測定までねちょっと静かにしましょう。これ意外と優秀かもしれないよ、画面がね大きいのが見やすい。あ、ピッてきた、はい、来たよ、どう ?106-66 正常じゃん、バナナ食ったからかな、さっき。いつもね、おじ高血圧少し結晶だからあれなんだけど、まあ、これだったら正常だよね、ほんとね、うん、ということです、うん、苦しゅうない。じゃあ心拍数ね、心拍数を測ってみたいと。これウルトラ優秀じゃん、なんかめちゃめちゃいいじゃん、こっからできるっていうのがいいよね。はい、じゃあ心拍数をね測りたいと思います。あんま興奮しないように、ね、ソニーのカメラを見なかったら大丈夫、ね、ソニーのカメラをちらっと見ちゃうとちょっと心拍数がねグググググンってこう上がっちゃうから、血圧も一気にガーンって上がっちゃうから気をつけないと、ね、うん、
まあこのお城の中にいる分にはね、可愛いお姉ちゃんも通らないからね、血圧が上がることはありません。さあ、お、来た。これで心拍数が63ということです。これね、そうだね。でちゃんとこのデータで管理してくれるからね。で、温度、じゃあ今度はこれ全部でもまとめて一気にせーので できるんじゃなかった、これ違う、これなんかね、一気に全部これほったらかしておくと、何かやると全部一気にやんなかったか、ね、まあいいや、温度を測ってみよう、ね、はい、おじいは今体温が何度か、ね、体温か表面温度か分かんないけど、とりあえず何度か測ってみよう。これね、計測するとブルルンってくるからすごい分かりやすい、ね、あれもう出てる？まだだよね。あ、出てる。36.4 度ってね、出てるね。瞬間的に、早い。とにかく。いいね、これ。血中酸素測れるの、これ。あ、これいけるの？血中酸素いけるの？本当？パルスオキシメーターの代わりになるの？これ重要なんだよ。うちの親父の時ね、重宝したよ、こういうの。あ、もう出た。早いじゃん。99%。うん。おじいまい、息苦しくない。これね、下がってくると苦しいんだよ。調子悪い時にやるとすぐわかる。うん。これね、96とかなるとちょっと違うし、92とかなったらもう、初期大変なんだよね。これね、すごいね、早いね。ストレスあんのかな？ソニーのカメラを見なかったら多分大丈夫だと思うけど、これ、こんなの計測できるの？して、圧力？ブレックして圧力があってあるけど。あ、ストレスって血圧のことか。これね、手上に上げちゃってるとあんま良くないと思うんだけど、本当はテーブルの上とかね、置いとかないと、うん、これ加圧って書いてあるけど、これ今計測中なのかな、これでもただピッ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 なってるだけ。長いね、長いね。違うのかな、出た。あ、37、正常。37、ストレス、え、ストレス、あー、ほんとだ。これ、リラックスの数値と、こうやってあって、37ってここだから、普通なんだよ。37だから、今リラックスしてないってことじゃん。正常ってことじゃん。へぇ、ストレスまでわかるんだ。で、運動記録とか、まあ、ここら辺は、あれだからな。うん、で、まあ、睡眠もわかるね。今32歩。あ、まあ、今こうやって動いたから32歩ってなってるね。ちょっと、足痛いからさ、あんまりだけど、ちょっと、歩いてみよう。よいしょ。はい、ちょっと歩数計がね、上がってるかな。ちゃんとね、59歩で上がってるね。うん。
上がってるね、これね。ほら、ちゃんと。ね、早いな、これ、うん。はい、そういうことで、まあ、あとは、エクササイズとか、あと、運動の記録を見たりすることもできるんだけど、直感で使いこなすことができます。ね、これはいいね。これ、オリジナルの設定がないのかな。文字盤ラムちゃんにしたいんだけど、それついてないのかな、うん、どっかにあるかな。ね、腕反転機能、左利きの方ね、これ腕反転機能というのもついてます。飲水リマインダーいいね。おじいお水飲み忘れちゃうから、これいいね。お水飲めよって教えてくれるね。で、心拍数の警告、なんか異常があると教えてくれる。へぇー。これつけてようかな、ちょっと。これなんかつけるの嫌いなんだけど、もうそろそろつけた方がね、安心なお年頃になってきたような気がするんで。ってことで、壁紙のオリジナル化は、なんかできないみたい。これはね。ないので、できないっぽいです。はい。まあ、あとは歩く目標設定とか、皆さんの方がもう詳しいから、これね。はい。それじゃあ、元気なおじいでも、アプリを入れただけで難しい操作をしないのに、勝手にペアリングをして使うことが、ね、できております。ね。これね、こうやって長く押して、で、ぴょってやると、ほら、文字盤をね、ほら、ぴょっ、ぴょって、ね、ほら、こうやって、ね、どれを打ち替えたいで、ピッてやると、こうして変えることもできます。一箇所ダウンロードしたものと入れ替えることができますよっていうね、そんな感じ。これ大きくて見やすい、すごく。ね、かっちょいい。ただ、リアルタイムでは動かないでしょ、文字盤が。一応間ね、秒針は動いてる、リアルタイムで。秒針は動くんだね。秒針は動くけど、歯車がぐる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 って動くのはないでしょう。おじいが好きそうな。ちょっと、あるかないか。ちょっと、それ気になるな。気にならない？気になるでしょう。この手のタイプってないんだよ。もうちょっとメモリー積んでて、呼吸器でないと、てたたたたたたたみたいなね。3枚とか5枚とか出さないと、ないんだよね、そういうのはね。でも一応ね、ちょっと探しに行ってみる、ちょっと待って、編集機能もあるわ。これ、文字の色とか、これね、ほら、何時何分とか、これをね、変えることができるんだ。すごいじゃん、これ。一箇所だけじゃなくて、ここら辺の、こう、文字盤とかこれ変えても、できるんだ。これすごいじゃん、これ。時間の上とか下とか、ね、歩数計乗っけるとか。すごいな、これ。自由自在なんだね。でも、画像は、折りさんの画像を入れらんない。できるのかな？ちょっと待って。AI 落ちちゃう。できるじゃん、これ。本当？アルバムから選ぶってある。あと、AI ウォッチフェイスってなんだろう。AI ウォッチフェイスってのがあるんだけど、これなんだろう。これ？で、どうすんの？切り取った範囲？切り取る範囲を選んでくださいで、で、勝手にやってくれるの？お好きなのはねえけど。ちょ、
ラムちゃんの今撮った写真からあのイメージしたそのあれなんだね、このカラフルでこれ足の部分からあのイメージでお任せで AI が作ってくれるんだよ、模様を。こりゃウケる、面白い。ちょっと待ってね、これ面白いな。じゃあ、よいしょっと。あ、今ね、写真撮りました。で、うん、今度はね、写真を選択で、で、今ちょっとボケちゃったけど、ラムちゃんね、ラムちゃんを選んで、これどうやってやる？これいいのかな？あー、でも文字盤邪魔、文字盤が邪魔してる、文字盤、文字盤がね、ちょっと邪魔してるから、時刻の位置を下にしないとね。で、時刻の色を、色変えるっちゃよ、緑いっちゃよ、これでいいじゃん。これでいいよ。で、これで保存して、バックグラウンドいける。これで来るのかな。さあ、来るかな。ぐん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 。これでもさ、自分の好きなカメラで撮ったやつを入れて転送することもできるからね。うん、さあ、じゃあ、ちょっとね、転送してるからお待ちください。この機能があるんだったらもう二重丸、花丸気だよ。これがついてないとおじい機嫌悪い、実は。いや、これがついてて、真っ先に言ってんでしょ？オリジナルの画像を知って、ね。いや、ダフィットはこれができる。よし。はい。おー、来たー！ラムちゃん！ね。はい。ね、はい、大好きなラムちゃんがね、文字盤になりました。イエーイ！はい、それではね、こんなに素敵で、大きな画面で、見やすいウォッチ。さあ、いくらなのか見てみよう。アマチュア行くぞ！せーの、ドキューン！ズームイン！あ、今回は、これ、ゴールドにホワイトなんだけど、色がね、2色あります。はい。ね、値段はね、同じです。ゴールドプラスホワイト4482円、そしてもう1色は、はい、もう無難なブラックで、この2色あります。お値段の方は4482円で、表クーポンが1500円オフがあります、ね、ここをチェックして注文するとお値段はいくらかというと、はい、なんと2982円、プライム限定価格となっております。で、安心してください。おじいクーポンが 10% さらにあります。はい、これね、元気、ね、GENNKI0101 ね。ここ N が2個だから気をつけてね、これね。10% オフのクーポンを発行していただいております。で、これ最後にね、入力していただいて、適用していただくと、はい、最終価格はね、この価格になります。1948円割引で、ね、はい、2534円となります。1948円割引となります。どう、プライム会員限定なんだけれどもね、2534円でこの画面の大きさでこれだけの機能がついてるね、血中酸素濃度がついてるだけでもこれだけでもいいでしょう、ね、でオリジナル化することができるね。てか見やすい2534円、どうよ、ね、おじいはこれね、自信持っておすすめしてもいいじゃないかなと思うよ。直感的に
過去の動画いっぱい見てみて、こんなにスルスルっとね、あの、おじいが使えるスマホって少ないかな、ね。はい、元気なおじいでも使えるスマートウォッチということでね、いかがだったでしょうか。よいしょー、 1.96 インチ HD 大画面、本当に大画面だね、スマートウォッチを紹介させていただきました。気になる方は、この動画の説明欄に Amazon のリンクあるんでね、見てみてちょうだい。長かったけどね、最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。